1、2、1、2、3、4 最高よ。 O-N-E-E おねータイムイズマネー。貴様のマネーの使い道、このビネガーが教えしましょう。まずは何より見てください、私のこの持ち肌。私のプルプルのお肌の秘訣はこの究極保湿クリーム。すごいですね。これがどこで買えるんです？お願いしますよ。究極保湿クリームが買えるのはビネガーショッピングだけ。でも残念、ただいま絶賛売り切れ中。第2章、禁断の真実究極保湿クリーム。さっきのやつだね。待っておったぞ。お主を呼んだのは他でもない、クラーケンから採取される究極保湿クリームが欲しいとメローラが言っておってな。これずっとメローラ姫のわがままに付き合わされるのかなこれ。そう、欲しくて欲しくてたまらないの。ちょっと待った、その依頼俺が引き受ける。あれ、チャップ手に入れてくれるの？マヨネたちは用事があるとか言ってどっか行っちゃったけど、俺ならできる。メローラ姫は絶対俺が汚ろうば。メローラ姫は絶対俺が喜ばせるんだい。ありがとう。でもチャップ一人で行くの？一人でクラーケン倒すのはちょっと。では二人で向かうのじゃ。これは王様命令じゃ。やったー。二人ならクラーケン倒せるかも。一緒に頑張ろうミララ。まあ頑張るしかないのかこれは。メローラ姫の肌を守るぞ。クラーケンはキーマ砂漠で目撃されているとのこと。イカ、クラーケンってイカなの？はい。はい。砂漠にいる理由は知りませんが、なぜかオアシスを襲撃し、水を奪っているのだそうです。めっちゃ悪いやつじゃん。バンシに値すんな、そんなやつ。そんなわけないじゃないか。イカなだけに。そうじゃ、お主にこれを授けよう。あ、すれ違い通信。いわゆるすれ違い通信ができるようになるライセンスじゃ。お、すれ違い通信をやるにはこっちも必要だったな。すれ違いできるかな俺。もう妖怪ウォッチの時は、ちょっとね、友達がいなすぎて、すれ違う人がいなかったんだけどな。うん。まずは自分の情報を登録しないとじゃの。登録の仕方については大事に聞いてくれ。それでは。メローラのお肌がカッサカサになってしまうに、カッサカサになってしまえよもう。では頼んだぞ。よろしくね。うん。そんなにいい保湿クリームなんだろうかね。うん。話しかけられた。どうだ、特訓は続けてるか。パープルアイもちゃんと手に入れてきたそうじゃないか。これでスナックワールドの冒険家トレジャラーの仲間入りだな。これからもどんどん特訓に励み、世界中のお宝を手に入れるんだ。イエスさ。おし、もういきなりやっちゃおう。砂漠でクラーケンを探す。いきなりボス戦にはならない感じかな。出発。行くぞ。お供クエスト変えられないかな。変な妖精みたいなやつがずっとお供になってんだけど。おっしゃ、やってくか。オアシスあんのかな本当に。ん、誰かの悲鳴が聞こえた。ちょっと行ってみるか。どうだ。おいおいおい、なんかでかいの出てきた。すげえでかいの出てきたけど。いや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 、ちょっと待って。おっしゃ、ちょっとまず1匹ずつやっつけていこうか。マーマン、マーマンっていうのか。あ、あんまダメージ入らない。いやー、なんか使えなくなった。惜しい、やっつけた。誰の悲鳴聞こえてたんだろう。あ、この子か。どうもありがとう。仲間になってくれるとかそういうことじゃなくて、仲間になってくんないの？嘘でしょ。仲間になる展開だったね今。次行くしかないか。これに懲りたら二度と悪さするなよ。もうしつこくナンパしたりしないっす。ナンパされてたんだ。それはそうと、この辺にクラーケンがいるって聞いたんだけど。聞いて。クラーケン？見てないかも。クラーケンの兄貴ならもうこの砂漠にはいないっすよ。ええー、何のために来たのか。というかどうして砂漠にいたの？イカなのに。それには深い事情があるっす。話せば長くなるんすけど。手短にお願いします。あそこってそりゃないっすよ。こういうヘビーな話はちゃんと聞くもんす。話長くなりそうだね。クラーケンの兄貴はここから何キロも離れた海で仲間ちと暮らしてたらしいっす。でも近くの島にできた工場のせいで海が汚れていって、次々と仲間も死んでいっちゃったのかな。工場を作ったやつらの名はビネガーエンタープライズ。平和だった海はやつらによってあっという間に死の海に。で、海を追いやられた兄貴はここで俺たちと暮らしてたっす。分かったぞ。兄貴は綺麗な海水を求めて海人洞窟に行ってしまいました。あそこは別のチームの縄張りだからって止めたんすけど、きっとそれほど海水が恋しかったんすね。なるほど、海人洞窟か。行ってみる。俺たちクラーケンの究極保湿クリームが欲しいんだ。え、究極保湿クリーム？それなら私も探しに行こっと。まあ止めはしないっすが、海人洞窟は海を越えた先っすよ。長くなりそうだな。普通の人間には行けないんじゃないっすかね。そっか。じゃあ一旦町に戻って情報集めかな。情報といえばトレジャラーが集まる酒場。行こうミララ。マヨネがいた。もうありえないんですけど。あれマヨネ。あらチャップ、悪いけど今は話しかけないで。どうかしたんだよ。何があったんだろうね。話しかけないでって言ったんだけど、聞いてた？まあいいわ、話してあげる。実はさっきね、町の外れにテントがあって何の店かと思って入ってみたの。そしたら占いができるって言うから占ってもらったんだけど、切れまくりで幸運が逃げてるとか恋愛運は最悪とか言うのよ。当たってんじゃん。適当にも程があるよね。頭にきちゃう。どうやらかなりできる占い師みたいだ。ちょっとそれどういう意味よ。ねえねえミララ、俺たちも占ってもらおうよ。怪人洞窟への着方とかメローラ姫との相性とかさ。メローラ姫の相性はいいだろ今は別に。占いか。じゃあちょっと行ってみましょうか。どんなもんなんだろうね。当たるのかな。お、ちょっとすげえとこにあるな占い屋。ここか。おばあちゃんかな、ね、おばあさん、俺たちのことも占ってよ。迷う必要はない。金のランプがお主らを行くべき場所へ導くじゃろう。金のランプってなんだろう。読み取りおばば。金のランプを探すのじゃ。金のランプ。僕のコップ？そう、お主がいつも愛用しているコップではない金のランプじゃ。おい、ちょっと待って、ボケにボケてきたぞこのおばあちゃん。なんかよくわかんないけど、とにかく金のランプを探せばいいんだね。ちょっと情報が少なすぎるな、金のランプ。あ、それとメローラ姫との相性をってあれ、おばあさん聞いてる？あ、寝ちゃったおばあちゃん。寝てるし、あ、こうしてるうちにもメローラ姫の肌がガッサガサに。急がなきゃ、金のランプを探しに行こう。あら、あ、結局クラーケンのとこに行くためにはまず金のランプを探さなきゃいけないのかな。あ、誰か泣いてるよ。シク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 って泣く人俺見たことないな。でもいたわ目の前に。どうしたの？タルタルっていう泥棒に金のランプを盗まれたの。お、ドンピシャ。金のランプ？さっきのおばあちゃんが言ってた金のランプのことだよね。そうだね。奇遇すぎるなこれは。ねえ、その泥棒はどこに行ったかわかる？ね、城下町の門から出てババロア平原の南に走っていったよ。ババロア平原の南だね。ミララ、行こう。これなんか女の子のために取り戻してあげると思わせときや、自分たちがね探してるからね。ババロア平原か。ババロア平原でどうやって行くんだ？ストーリーで行くのか。金のランプを探せ。盗賊タルタルを捕まえる。行くぞ！いた、こいつらか。あれ、三兄弟だったんだ。見つけたとタルタル、覚悟しろ。で、3人三つ子だったんだね。え、三つ子すげえ、俺初めて見た。あ、化けてた。で、クローンじゃん。くそー、クローンたちがタルタルに化けてたんだ。あ、逃げちゃった。え、そんな簡単には。うわ、すげえいるんだけど。すげえいるんだけど、ちょっと。みんなクローンなのかな、これ。これ、とりあえず全員やっつけなきゃいけないのかな。すげえいるけど、人数。めっちゃいるな。ん？この3人って最後じゃない？攻撃してきてたのかな今。もう全部外れ。ちょっと待って、どこにいるんだ。奥の方にいる。あ、ここか。ここにいたのか。あ、本物結構硬いぞ。いてー。あともうちょい。あらー、やっつけた。カップラーメン出てきた。信じてくれよ。何なんだよお前ら、俺が何したってんだよ。往生際の悪いやつめ、逮捕だ。はい、金のランプ泥棒から取り返したよ。あ、返したんだそれ。取り返しただ。そりゃ元から俺のもんだぞ。ありがとうお兄ちゃん。聞いてないし。っておい、ふざけんな、返せ。たく往生際の悪い。あ、なんか出てきた。なんなの、もうこれいらない。なんてやつだあいつ。俺もいらねえよ。これランプのせいじゃない？ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。最高よ。 O-N-E-E おねーちょっと変なやつ出てきたんだけど。 O-N-E-E 最高よ。おねーって言ってる。セクシーじゃないよみんな。セクシーちょっと待って、ラップのせい、なんかちょっとおかしいんだけど、このラップのせい。あらやだー、食べ頃の男が2人もいるわ。もうどっちにするか迷っちゃう。このけだもの、食べ頃だなんてやだん、このけだもの。もう固まっちゃってるじゃない。びっくりさせちゃったかしら。どちら様？ちょっと怖すぎるんだけど。うちらは歌って踊れる魔人ユニットジニーズよ。あんたたちの願い叶えてあげる。え、願いを叶える？これがクラーケンに繋がっていくのかな。すげえ、どんなことでもいいの？何よ。さあどうするの？このけだもの、ね、じゃあ試しにメロンパンクッキーだ。ちょっと待て、お前そんなことに使っていいのか。いいわよ、見てなさい。メロンパンクッキーを出した。これあれかな、ドラゴンボールの線路みたいに1回だけとかそういうことじゃなくて。どうかしら、これで信じてもらえた？すげえ、ほんとだ。あれ、もしかして願いって今ので終わり？かわいい。安心して、私たち1人ずつで合計3つの願いを叶えてあげるわ。ナメック星人のシェンロンじゃん。3つ叶えてくれって。さっきくだらないことで1個使っちゃったけど、さっき1つ使ったから、あと2つよ、2つ。そうだ、俺たち今怪人洞窟に行けなくて困っててさ、だからまずは俺たちを怪人洞窟に、いやクリームを出してもらう方が早いぞ。確かにクラーケンから取れるクリームを出して。いくわよ。いいわよ、はい。謎の黒い液体を出した。これがそうなのかな。何この黒い液体。何って、イカスミクリームに決まってるじゃない。イカスミ？イカスミでツーツーになるのかな。イカスミなんて乗ったらメローラ姫が真っ黒に。ああ、それはそれでいい。どういう趣味してんだよ。じゃなくて、もういいから怪人洞窟に連れて行って。いいわよ、今すぐ行きたいの？ちょっと準備してから。かわいい。それじゃあクエスト出発するときに駆けつけてあげるわ。じゃあスナック登録しとくね。いいわよ。そこのあんたも撮っていいわよ。このけだもの。やだ、こんなとこで撮影かい。このけだもの。これもしかして一緒に戦ってくれんのかな。写真撮ったけど。イエーイ、スナック手に入った。これしかも結構レア度高いんでね。確か何だったっけな、プチレア、グレートレアだっかな。そうだ、グレートレアっぽかったな確か。じゃあまたね。セクシー。本当に願いが叶うならメローラ姫とお風呂とか願いすればよかった。気づくの遅かったね、それは。での占いのおばあさんの言う通りだったね。そうだね、おばあさんやばかったね。めっちゃ当たってたな。無事に導かれたようじゃの。ポケットの中のものを取り出すのじゃ、チャップ。おばあさん寝てたんじゃないの？ジャラタッチとマナチャージができる。あ、これは本当のおもちゃのジャラを使ってってことかな。またおいで。またいつでもおいで。おばあさんって何者？なんで俺の名前知ってるの？ま、ライセンスももらっちゃったし、また今度会いに行ってみよう。